皆様、はじめまして。埼玉県川口市前川で庄司整骨院を営んでいる庄司明彦と申します。どうぞよろしくお願いいたします。で、うちでは、今年2019年からメンタルサポートとして、整体と、心理カウンセラーと NTA という治療法ですね。こちらを融合させた、施術を本格的に始めました。で、カウンセラーっていうと、まあ、整骨院でカウンセラーっていうと、とてもちょっと珍しいと思うんですね。なので、今日はちょっとなんでそうカウンセラーになろうと思ったかっていうきっかけをちょっとお話ししたいと思います。僕が学生時代なんですけれど、異性とちょっとお話しすることがもうほとんどできず、それどころか言葉を発することが苦手っていうか怖かったんですね。で、きっかけがありまして、自分、天然なんですけれど、その天然の言葉をパッて話したときに、すごく馬鹿にされたんですね。で、それが、傷ついたっていうかもう本当怖くて、うん、で、そこからちょっと言葉を発することがほとんどできず、ずっとそんな感じで、学生時代を、過ごしてました。で、まあね、それだと生活できないですから、就職しなきゃいけないんで、整骨院をやってみたいなと思いまして、で、整骨院をやってみたいっていうきっかけももちろんありまして、両親が僕が二十歳の時に、病で、二人とも倒れたんですね。で、ね、病気になる前になんとかそれを防げなかったのかなっていうのがとても悔しくて、それが整骨院をやってみようと思ったのがきっかけです。で、まあ就職先が整骨院だったんですけど、当然お話できないと、仕事にならないですから、で、とはいえ話下手な自分なんで、だったら聞き上手になってみようと思い、そっちの方に患者さんのお話をよく聞くことに力を入れました。これがまずカウンセラーになろうと思ったきっかけの一つです。もう一つが10年以上前になるんですけど、ある人と出会いまして、その人と、まあ、お話、コミュニケーション取りたいなと思ったのが、で、その人自体が自律神経がちょっと乱れてまして、それはもう知識で知ってたんですけれど、自律神経の乱れっていうのは体内に出るのは皆さんもご存知だと思います。ただ体内に出るものを僕が持ってるマッサージでは全く役に立たないです。まあそれもやっぱすごく悔しかったです。なので整体と心理カウンセラーっていう資格を取りました。で、それでまあその方を支えたいと思いました。で、その方はまあ今すごく元気で生活してます。うん。どうなったかは秘密ですけど。で、まあ自分が今度開業することになりまして、それが資格で、資格を持ってるだけじゃ現場では当然活かせないわけです。ただ整体とカウンセラーをどう結びつけたらいいのか自分にはわからず、すごく苦労したのを覚えてます。で、そんな時にNTA っていう神経伝達調整治療っていうものを村田和義先生が創始者として今でも、その知識と技術を僕らに教えてくれてます。僕も今学んでる最中です。で、そこでこの NTA と整体と心理カウンセラーをうまく融合させることができまして、今年2019年から本格的に施術を始めました。で、カウンセリングというととても敷居の高さを感じると思います。しかしうちは整骨院なので、整体ついでにカウンセリングと考えればとても気軽に感じるんではないかなと思います。まあ僕もそうだったんですけれど、いろんな方がやっぱコミュニケーションの中ではとても苦しんでると思います。少しでもそんなの役に立てたらなって思ってます。あまり気負いせずに、すごく気楽にお話できたらって思ってます。話が苦手であれば、整体を受けてください。整体を受けてれば、体内が整っていくんで、気持ちが楽になり、自然とお話ができる状態になるんじゃないかと思ってます。皆さんと、お会いできることを楽しみにしてます。